ギルギットはパキスタンのギルギット・バルティスタンの主婦である。ギルギットはカラコルム山脈に囲まれた北方地域の中心都市である。市街地の近くにはインダス川上流のギルギット川が流れる。パキスタン有数の鉱山地帯にあり、飛行場もあることから、フンザ地区の入り口として外国人の観光客が訪れるようになってきている。ギルギットは カシミール問題の地域にも当たる。2020年11月1日に、パキスタンのイムランカーン首相が、ギルギットにて、ギルギットバルキスタンを地域から順守へ格上げする、ことを表明したが、これには、憲法改正を要し、同じく領有権を主張するインドは反発した。イスラマバードからは、空路、イスラマバード隣接のラーワルピンディーからは、陸路バスで行くことが可能。 中国の新疆ウイグル自治区からもカラコルムハイウェイを経由するバスの便がある。2013年6月23日、ギルギット・バルチスタン地域の山麓で宿泊していた外国人旅行者が襲撃され外国人9名が殺害される事件が発生した。その後、パキスタン・ターリバーン運動など複数の過激派組織が犯行声明を出している。声明の中で 今後も外国人を襲撃対象とすると述べており、今後も同様の事件の発生が懸念されることから、外務省はギルギット・バルチスタン地域への渡航延期を勧告している。ありがとうございます。